はい、このグループはですね、討論の、討論9分間でどういう討論ができるのかということで、提案された方からちょっとこの趣旨を聞かせていただきましょうか。はい、この頃のテレビは面白いのないと、もう僕はラジオばっかり聞いてるんですよ。これで、なんかテレビで対抗、ラジオで対抗できるというようなことがあれば、ラジオで生ラジオというようなことが持てないかなという、まあ多分9分では無理でしょうというような話があるんですけれども、そういうの中でどこまで話せるのかというのでちょっと、ネタ振りをさせていただきましたので、僕自身は地域でちょっとボランティアみたいなのをやっておりますので、そういうようなテーマも踏まえてですね、ボランティアとはないぞえというようなことも含めて話できたらいいんじゃないかなというふうに思っております。それで9分が終わりそうになりますので、はい、次の方どうぞ。はい、何を言うんですか。はい、こういうテーマでどうでしょうか。そういうテーマ、ちょっと難しいです。他のもっと簡潔に終わるテーマがいいと思います。例えばどういうテーマがありますか。今の政治はどうか。それむっちゃ時間かかるんちゃいますかね。いろいろとまた放送する時期までになんか政局が変わるかもしれないね。これがねまた難しいんじゃないでしょう。あ、京都のラジオ局ということで何が発信できるかということじゃなくって、こう聞く人にとってという方向じゃあんまりないんじゃないかなと思うので、聞く人にとって何が必要かということがここは討論すべきじゃないかなと思うんですね。なんかシステム的に放送したい人が放送したいことを出してる局だと思うんです、この局っていうのは特に。でだからリスナー主導のことになってないんじゃないかなみたいな気がするので、そのリスナー主導としてはどういうことが考えられるかってことじゃないでしょうか。はい、ね、私どんなことが逆にみんな聞きたいって思ってるか知りたいので、なんか今日はリスナーですごくラジオカフェが大好きな人が来てくれてはるみたいなので、ちょっとご意見聞きたい。そうですね、はい、無理やり振ってます。無茶ぶり、無理やり振られました。ただのリスナーで参加してるやっぱり普段ラジオカフェどういう時に聞いてるかっていうと、例えば勉強の合間とか、ちょっとご飯作ってる合間とか、そういうちょっとした合間に皆さんの熱い思いを聞いてるんですよね。で皆さん熱いですね、本当にいつも楽しくその思い聞かせてもらってるんですけど、まあ、その中で特に討論としてはどういうことを討論してほしいかっていうと、やっぱり私学生なんで、まずは学生あんた京都のことどう思ってる、どれだけ知っとるつもりでおるんやっていうようなことを語ってくれても面白いなと思うんですよね。まあ、私が自分結構知ったかぶりな性格なんで、ヤフンと、はい、あもうやっぱり京都の方は京都のことよく知ってらっしゃるというふうに思うことが何回もあるんで、まあ、そういうことを討論していただいてほしいなと思います。はい、次の方どうぞ。京都の方は京都のことをよく知っているんですか。例えばどういった感じのことですか。あんまここで具体例出すと私の友達にガーって後で怒られたりするんで、あんまこううまいこと言えないんですけど、やっぱ一番よく感じるのが、雑誌とか自分で読んで、あここのご飯屋さん美味しそうやなとか、あここは桜きれいな場所やなって行ったら楽しいとこやなって思って、まあその知ったかぶりになったつもりで街中実際歩いてみると、あれここ雑誌に載ってないけどめっちゃ美味しいご飯屋さんやんとか、あれここめっちゃちょっとした読書タイムに過ごしやすいまあカフェ屋さんやったり公園やったり、まあいい服が置いてある洋服屋さんやったりっていう発見があったりするんで、そういうちょっとしたまあトリビアの一味の番組を真似しろっていうわけじゃないです。そういう雑学ちょっと巻きサインをしておりますはいはい、すみません、はいはい、ですそしたら、お隣の普天さん、私、はい、先ほど誰かおっしゃったようにね、送り手の方がやっぱ主導になってるんで、受け手の方リズナーさんっていうの、だそうやったらね、確かにそうそうあると思う。だリズナーさんからの情報、意見、これは何ですか、リクエストですか、だから送ってくれないファックスとか、そういうふうに応援受けないとね、こちら一方的にやってるから、
向こうが棒持ちはるかどんなことが聞きたいのか、今ここで話してるようなことを聞くような手立てをすべきだと思う。あとちょっといいですかね、それに関して。あの私のね、まあ今日は番組制作者の方が集まってるということで、まあ番組でこう川柳を募集したりとかですね、曲のリクエストとかで、まあいいとこ、まあ何通かメール来るんですけれども、皆さんの番組でどれぐらいこうレスポンスがあるんかっていうこともちょっと知りたいですね。ないですか、レスポンスないですか。ああ、どうでしょう。私特効はね、あの固定の聞いていただいてる方がたくさんおられますので、はい、結構あのラジオ局へあのファックスとかそういうのはないんですけれども、個人宛てにですね、結構ねこの曲かけていただきたいとかいうのが。なるほどなるほど、なるほど。ザットチャットの場合はね、割と来るんですよ、リクエストが。それに合わせてそれじゃあやるからね。聞いたことがあるんですけど、私聞いてます。入ってください、入ってください。いいんじゃないでしょうか。例えばね、私聞いたことがあるんですけども、例えばファックスとかそういった時間に来るっていうのは、例えば1時間やってはるとかね、そういうぐらい長かったら来るということがあるっていうのは聞きました。まあ私たち15分番組ですからね、なかなか一瞬で終わるみたいなね、こうところがあるんですけどね。あの討論のテーマというよりもむしろラジオ風情のあり方についての討論です。ですね、リアクションはね、なかなかね、皆さん聞いててもですね、すぐこう反応できるかってなかなか難しいんですよね。手紙を書くとか、あるいはファックス書くとかいうのはね、ちょっとね、なかなか煩わしいもんですから、聞いてる人でもなかなかね、反応しにくいというふうに思うんですね。これはその反応の仕方についてはどういうふうにするか、こう研究せなあかんと思いますよ。はいはい、ちょっと、テーマの行き先が変わってるんですか。そうそうそう、そんな感じで。いや、その9分間、さっき冒頭に言いましたように、9分間で討論の起承転結ができるかというと、これは無理やということの討論をやろうということなんで。あと2分があります、ね。はい、あ、そうですか。はい、テーマ次第なんですけど、で終わるテーマなら終わる、でも例えばね、いろんな意見がね、かぶってますかぶってます。いや、私は思うんですけど、長いある程度長さがね、いろんなことで戦わせた方が面白いと思うんですよ、討論は。これやっぱりこの番組の結論としてね、町田さんの方で例えば、まあ、じゃあ今日この三条ラジオカフェを良くするための討論を、まあ、夜に3時間枠なり5時間枠なり取りますせという結論をここで言ってくれはったらね、出ますね、はい、今日いる人たちは出ると思います。それはやりましょうよ、せっかくだから。はい、意見が出ました。エンドレスね、9分の大きな必要ですね、これ9分というのはね。あの3時間の枠を放送局が未銭を切ってやる、未銭を切ってやってね、そしたら喜んで私たちもね、そうですよ、意見を言いに、はい、ね、リスナー代表にも来ていただいてですね、ぜひ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 ね、やってみたいなと思いますけど、弁当持ち込んでやりましょう。そうですね。あと50秒ありますね、はい、どうぞ。終わり良ければそれでよしって日本語もあるじゃないですか。その関係、起承転結が大事っていう、まあ、ルールもないですし、こういう感じでアップホームな感じで熱く言えたらそういうふうに言えたら、そうですね、はいはい、偉いです、はいはい、何でしょう、はい、最後です、結局この9分で、まあ、何かっていうところで、ね、長い時間で見られたら、そうですね、討論番組を持ってくださいということで。そうですね、わかりました、結論ができたところで、はい、ちょうど9分によろしくお願いします。 あと5秒だ、どうもありがとうございます。3時間番組待ってます。お願いします。綺麗に終わりましたね。